はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時45分ですね。5月は6日の月曜日でございまして、なかなかマイクは届かない。もう今日間に合わないですよ、これね。この時間になれば、はい、行きましょうか。一つは解いたんですよ、エレコムの。今日1本あげましたけどね、これで、どうなんでしょうね。私はいいと思ったんですけどね、ちょっと音声でもあれ低いですけどね、このマイクで撮ってるよりもですね、やっぱし、ですね、イヤホンマイクですからね。はい、行きましょう。日本経済新聞でございまして、これは昨日出ました記事ですね。習近平氏がパリ到着、5年ぶり欧州訪問開始、米国に対抗ということで、6行を読みましょう。中国の習近平国家主席は5日、フランスの首都パリに到着した。中国国営新華社が伝えた。10日までの日程で、5日もいるんですね。長いやん。普通は、そうかそうか。フランスは1日2日でしょ。2日ぐらいでしょうね。セルビア、ハンガリーの欧州3カ国を訪れ、マクロン副大統領らと会談する。中国が主導する広域経済圏構想、一帯一路の推進などを議論する。習氏は3月にオランダのルッテ首相、4月にドイツのショルツ首相とそれぞれ北京で会談した。安全保障や先端技術、通商で対立が深まる、点点点点点となって読めなくなっています。これでね、フランスに行くのはね、まあ、ええやんと思うんですけどもですね、なんでじゃあですね、その主要国であるですね、イギリスやドイツに行かないの、イタリアに行かないのということですね。まずイギリスと中国っていうのはですね、あまり目立ちませんけども、激しく対立をしています。何が激しくかと言いますと、イギリスからするとですね、中国はですね、1997年にイギリスが中国に返還した香港、そうですね、その時の約束、一国二制度を50年間守るという約束を矛にしました。もうイギリスは裏切られたのと同じですね。だから何かにつけて中国に対して厳しい外交姿勢を取り続けていますしですね、2、3年前にはですね、イギリスの虎の子の空母、クイーン・エリザベスをですね、日本近海に派遣をしました。これは中国に対する牽制に他なりませんね。だから中国とイギリスの関係はよろしくない。ギクシャク、ギクシャクしてるわけですね。で、ドイツに行かないのはですね、ショルツさんが来てるというのもあるんですね。あるんです。ただですね、最近ドイツとの関係もですね、ちょっとですね、隙間風が吹き始めたかなという感じがしなくもないです。だからですね、まあパスということですね。で、イタリアはですね、去年の12月にですね、G7 では唯一一帯一路に入っていたのをですね、脱落というか脱会しました。つまり抜けまーすって、位置抜けたって言って抜けたんですね。そこでちょっとですね、隙間風がビュンビュンとですね、吹いてるわけですね。だから行きたくない。そういう理由だと私は思います。フランスだけはですね、特にですね、懸案事項はないんですね。でマクロンさんはですね、フランスの大統領なわけでして、フランスというのはですね、何かというとですね、アメリカとですね、西側の中ではですね、仲が悪いというか、アメリカのやることに 100% 従わへんぞっていうのがフランスなんですね。何かと独自色を出したがるんでですね、中国からするとですね、西側をですね、分断させるのには付け入りどころというところですね。だからフランスが選ばれたんだと思います。で、このセルビア、ハンガリーはようわかりません。この2国についてはようわかりません。ただですね、中国に尻尾を振ってるのかもしれません。ハンガリーの首相はですね、ちょっと変な人です。セルビアはよう知りません。でもセルビアはでもね、貧しい国なんで、中国がですね、札束構成をかけたのかもしれませんね。まあそこで要は習近平がですね、気持ちよく回れるところを回ってるというのがですね、本音ではないかなと思いますね。でまだそんなにこう貸し借りがないわけだって、
ギリシャ行ったらいいやんと思うんですけど、ギリシャはですね、もうすでに一帯一路で一つ港がなんか献上してるわけですね。なんでですね、ちょっと行きにくいところがあるんでしょうね。帰りにモスクワ寄ったらええやんと思うけど、今中国はですね、ロシアとの同盟関係をですね、場合によっては見直そうかなぐらいの感じがあるんですね。というのは今ロシアは攻勢をかけていますけどもですね、最終的にロシアが負けるということもですね、想定しなければならないわけですね。その時に、ロシアが負けたということになった時に、中国はですね、負け組に入るわけですね。これはよろしくないやんということでですね、いつでも足抜けられるようにしとくっていうのが対ロシアですね。だからロシアはですね、中国に抜けてもらったら困るんで、プーチンは北京に行きますけどもですね、習近平はモスクワに行かないと、そういう関係に今後進んでいくんではなかろうかなという気はいたします。まあ、このあたりは複雑ですね。で、習近平ってね、そのチヤホヤされるのが大好きなんですよ。だからですね、フランス行ったら一応ですね、マクロンがチヤホヤしてくれるでしょ。で、ハンガリーとかセルビアにしてみたら、中国みたいな大国のトップが来てくれるわけですから、それはチヤホヤするでしょ。多分いくらかお土産を持っていくんですよ。で、そこで習近平は一帯一路に入れというわけですけども、一帯一路自体が今、なんとなくインチキ臭いカラーをですね、こう帯びているということが世界に知られてきましたね。債務の罠とかって作ってですね、作ったものを取り上げられるということですね。まあ、両国ともにだからですね、ちょっと警戒感があるんではないかなという気はします。まあね、ちょっと分かりにくい外交ですね、習近平さんの。まあ、でもまあ、習近平さんのですね、健康に問題がないということは確認できそうな感じですね。まだまだですね、くたばりはしないぞというのも、なんとなくわかりますね。なんとなく。で、今後ですね、フランスはどうすんのと。アメリカが中国との対決路線を取っているんですけども、フランスもそこに加わられるのか、俺はちゃうねんというですね、工程でいくのか、その辺はよう分かりません。ただフランスはね、さほどドイツほど中国に対して経済進出していないはずなんです。昔問題があってね、もう20年ぐらい前だと思うんですけど、カルフールというですね、スーパーがですね、焼き打ちにあったんですよ。これね、フランスがね、フランス何かトラブったんですよ。もうちょっと忘れましたけども。で、その腹いせというかですね、まあ日本もやられましたでしょ。尖閣諸島を国有化した時にですね、イオンなんか焼き打ちにかって略奪されたでしょ。まああれみたいなことが昔カルフールにあって、カルフール撤退したんでしょうかな。イオンはまだ残ってますけどね。なんせ中国ってすぐにそういうことするでしょ。だから、フランス人にとってはその衝撃やったんでしょうね。相手国でそういうことされるというのがですね。だからちょっと一歩か二歩は引いてる感じがしますね、フランスは対中国に関して。でもフランスはですね、アメリカと違うんやという姿勢があるんでですね、習近平とマクロンがニコニコはですね、笑って握手することぐらいはやってのけると思います。で、マクロンにとってもですね、ウクライナ戦争をとどめ、止めることができなかったという外交の失敗をですね、拭うですね、いいカバーになりますよね、習近平と握手することは。フランスにだけ来てくれはったんや、あの人は、みたいな、できるんでですね。まあ、いい材料なんでしょうね。はい。まあ、だから歓迎はされるでしょう。はい。でも、そんな大した共同コミュニケが出るとは思いません。ということで、この日本経済新聞ですね、今読みました。6行読みました。習近平氏がパリ到着と。5年ぶりの欧州訪問開始、米国に対抗というタイトルの記事のアドレスをですね、貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。